はいどうも、GoGoTV の Go です。今回もまたキャバクラに来て動画撮影させていただいております。まあ、ただ、まあ、キャバクラとは程遠いほどの、ものを紹介いたします。まあ、食レポです。今回はこちらです。日朝のなんか CM とかで、ちょこちょこやってました、チョコレートのモアイ。すっげえうまい。でもなんか、自ら言っちゃってるんで相当うまいんだと思いますが、まあ、こちらの結構 CM とか見て気になって、スーパー行った時に、売ってましたんで、まあ、ちょっとこちらをキャバクラのお嬢さんと一緒に食べていきたいと思います。バンダイさんが発売してるやつですね。ではこちら食べていきましょう。はい。でちょっとさっき言い忘れたんですけど、こちらあのこのような感じでいろんな顔があるみたいなんで、なんかちょっと9時間かけても、楽しめるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ試合で、これはあの多分何やろ、困り顔なのかな。なんかちょっ と後ろの方に何か書いてあるかなとか、何も書いてないんでちょっとわからないんですけど、まあちょっと困り顔みたいな感じですね。で後ろはちょっと見せてあげて、はい、後ろはムンクの叫びみたいな感じになっておりますね。はい、では食べてもらいましょう。どうですか。うん、美味しい。うん、美味しい。表現、うん美味しい。美味しい、はい。じゃあまあ僕もせっかくなんでいただきたいと思います。はい、では目開けていきましょう。はい、なんかうんって感じの顔しております。ちょっとこれまたわからないですけど、こんな感じの表情です。後ろは、なんか歯がいっぱいありますね。では僕も食べていきます。ちょっと溶けますね、これ。これめちゃくちゃうまいですね。なんか結構チョコレート自体は甘いんですけど、ビスケットがそこまで甘くないんで、ちょうどチョコレートの甘さとビスケットの、まあ、苦さではないですけど、まあ、ビスケットがちょうどいい感じに中和して、なんか甘さがいい感じの中和にされている感じですね。ちょっと同じこと言いましたけど、でまあどんな食べ物かに似てるかっていうと、あのアルフォードっていうあのチョコレートとこのような感じのビスケットのやつがあるんですけど、あのそれのような味がします。それのもうちょっとチョコレートの甘いバージョンがっていう感じの認識をしてもらえればいいかなと思います。というような感じですね。なんでまあ結構あの美味しいですし、こちら、お値段が確か50円の税抜き50円だったんで、結構なんかあのお手頃な値段じゃないかなと思いますんで、まあ、ぜひ気になった方は、こちらスーパーとかコンビニとかでも売ってるんで、購入して食べてみてはどうでしょうか。では、本日もご視聴ありがとうございました。